折田先生像。折田先生像は、京都大学の前身の一つである旧世第三、高等学校の初代校長、折田彦一の業績を称えるために制作された銅像である。京都大学校内に設置されていたが、派手な落書き、いたずら、オブジェ化が相次ぎ有名になる。本来の銅像が1997年に撤去されると、折田先生像と題して、 かつての設置状況を模倣したオブエが制作、展示されるようになった。2000年代半ばより入学試験シーズンに定期的に登場する。このオブジェも折田先生像の名で呼ばれている。折田彦一、1849年から1920年は、第3高等学校の校長を、その前進校も含めて30年にわたって務め、京都帝国大学の設立に際しても、 創立委員として関わった人物である。折田校長の下で培われた参考の自由の学風は、後ろ身である新生教徒大学にも影響を及ぼしているとされている。折田の功績を検証するための像は1940年以来過去3回制作されている。現存する銅像、折田先生像は1950年、辻進む銅、 京都市立美術大学教授制作によるものである。銅像は、かつての参考本館であった京都大学教養部、英語館の前に設置された、教養部は1993年に寄され、総合人間学部に移行。しかし、ある時期から落書き、いたずらが相次いだため、工術、1997年3月に、大学当局は、折田の像及び台座を設置場所から撤去し、 総合人間学部図書館の地下書庫に収納した。この像は13年半後の2010年10月より、京大吉田キャンパス本部校内南側の参考、記念館設置準備室で一般公開が再開されている。いつの頃からかは不明であるが、この銅像に対する落書き、いたずらが行われるようになった。また、それが一回限りの単発的な出来事でなく繰り返し、 行われたことから、大学内外で注目を集めるようになる。初期はペンキによる着色など単純なものであったが、行為は徐々にエスカレートし、腕を取り付ける、自転車を担がせるなどの物体の負荷や、像全体を追って別のものとして展示することにその内容が移行していった。遅くとも1986年には顔を赤く、スプレーされ、台座に怒る人と落書きされた。 その後の姿に比べれば、ごくシンプルなバージョンであり、一部で兄弟の怒る人として知られていた。これは比較的長い期間放置されていたが、1991年に何者かが赤い顔を青に塗り替え、台座に怒らないでと上書きした。これを機に一連の落書きの連鎖が始まることになる。怒らないでの次に彼らが行った落書きは、 歌舞伎の熊取りの衣装であった。これはすぐさま大学側によって消された。その後、合成樹脂による両手を取り付けた、霊人、巨大なかぶせ物による、モアイなど、初期の何種かのバージョンが制作された。その後も、折田先生像への落書きは一種の文化のように、継承され、回を追うごとにエスカレートしていき、一部では、銅像アートと呼ばれる、様々な作品を残した。 これに対し、1994年から、大学は一旦銅像を清掃し、横に、浮きのような縦看板を立てて学生に落書きを、止めるよう要請した。しかし、この縦看板に対抗して、この像を汚さないでと銅像に、早速落書きされた。以後も、アンナ・ミラーズのウェイトレスバージョン、ウルトラマンゼアスバージョン、お父様、お母様、今まで育ててくれてありがとう。今日、 私、お嫁に行きますと、貼り紙のされた花嫁バージョンなど、衣装や被り物が、数多く制作された。こうした銅像に対する落書き、いたずらは、校内整備を機に、折田先生像が撤去される1997年3月まで、続いた。度重なるいたずらを理由に、大学側は銅像を、総合人間学部図書館の地下に収納する措置を取ったため、 1997年3月限りで、銅像そのものは姿を消すこととなった。このため本来の銅像や台座に対して何かを描き加えたり装着したりするということ、話されなくなったが、それに代わって独自のオブジェが制作され、折りた像が元あった場所に展示される事態となった。展示にあたっては、像、オブジェのみならず、台座及び像の取り扱いに関する、 注意書きの立看板も含めて、織田像が、かつて設置されていた、状況模倣するパロディへと、エスカレートするようになった。織田先生像を撤去後すぐに、北斗の剣の羅尾を模した、勘の生き様バージョンが設置された。その他にも、力石通るトールバージョン、スター・ガオ・ガイガーバージョン、さらには解決、ズバット像など、様々な新企画が示された。2002年には場所を、 総合人間学部図書館前に移し、大虫を連れたナウシカを模した風の谷のナウシカバージョン M16 のモデルガンを構えたゴルゴ13バージョンなどが制作された。像だけでなく、横の落書きしないようにとの看板もキャラクターに合わせ、文言を変えて再現するのが、先製像撤去後の特徴の一つである。それも2003年7月頃に撤去されていたが、 2004年2月の入試期間前後に、ひょっこり氷担当のサンデー先生バージョンが作られ、復活した。そして、同年7月には再び撤去された。2005年2月下旬には場所を、吉田南校内正門付近に移し、新たに、ドクタースランプのキャラクターを模したスッパマンバージョンが出現したが、同年5月下旬に撤去された。2006年2月中旬。 折りた大仏と題された像が設置されたが、後日何者かに大仏は破壊された。同年2月下旬、チビマルコちゃんのキャラクターを模した長沢くんバージョンが出現し、同年3月25日に撤去された。2007年2月下旬、藤花のマスコットキャラクターを模したポコちゃんバージョンが出現したが、同年3月19日未明に何者かにより、破壊され翌日に撤去。 その後は、大学側で保管されている。2008年2月下旬、アンパンマンの登場キャラクターを模した天丼マンバージョンが出現した。2009年2月下旬、仮面ライダー V3 の登場キャラクターを模したライダーマンバージョンが出現したライダーマンに変身する結城ジョージは、京都大学工学部出身という設定である。 2010年2月25日、ポケットモンスターの登場キャラクターを模したタケシバージョンが出現した。2011年2月25日、グラクソスミスクラインの総合官房役、コンタックのキャラクターを模したミスターコンタックバージョンが出現した。横に掲げられた看板の声明は、ミスターコンタックの声を務める小福帝将兵の名義で出された。なお、 これに先立つ24日には、ニセホルンというツイッターのボットを模した、折田先生像のパロディが何者かよって設置されたが、27日までに撤去された。2012年2月25日、地上デジタル放送家のマスコットキャラクターである地、デジカバージョンが出現した。看板の声明は、同じく地上派デジタル放送推進のプロモーションを務めた。 草薙強しの韓国ゴミである著南官名義で出された。2013年2月25日、ロッテのチョコレート菓子、トッポの販売促進キャラクターであるのっぽトッポちゃんバージョンが出現した。看板の声明は、トッポのテレビコマーシャルに出演した経験のある長瀬智也の名義で出された。2014年2月25日、森永製菓のチョコボールのマスコットキャラクターである。 キョロちゃんバージョンが出現した。看板の声明はチョコボールのエンゼル名義で出された。2015年2月25日には漫画サザエさんに登場する磯野カツオの親友中島博士バージョンが出現。なお、像の肩には小さなカツオ像が、像の後ろ側には小さな玉の像があった。看板の声明はサザエ名義で出された。この年は、 本部校内の時計台前のクスの木に、アナと雪の女王に登場するオラフの小さな人形を多数吊るしたオリフ先生の森と称するオブジェも登場し、看板ではなく張り紙ではあったが、教養部名義で声明文も掲出された。2016年2月25日、任天堂のゲームソフトである星のカービィシリーズの主人公キャラクターであるカービィバージョンが出現した。 象王の後ろ側にはピンク色が共通しているためなのか小さなカツラヒナギクのフィギュアがあった。看板の声明はカービィのライバルであるメタナイト名義で出された。看板裏の写真は AV 女優の上原愛のポートレート写真が貼られた。2017年2月25日にはお笑い芸人であるコーメタうバージョンが出現した。看板の声明は かの秀隆名義で張り出されていた。さらに、その横には、京都大学からの告示に似せた偽告示文が掲示されており、発出者はよく読むと、京都大学ではなく、京都太夫を称する、謎の人物によるものであった。また、折田先生の名称が、告示文からの追求から逃れるためとして、川田先生と解消させられていた。2018年2月25日、 ニンテンドのゲームシリーズである動物の森シリーズの登場キャラクターであるリセットさんバージョンが出現した。看板の声明は同ゲームの登場キャラクターである見知らぬ猫名義で出された。看板裏の写真は声優の小松美香氏のポートレート写真が貼られた。さらにその横には偽国字文が掲示されていたが、発出者は折田彦一役所となっていた。 京都大学からのお願い看板の裏には女性芸能人の写真が貼られることが恒例になっている。異例のものとしては2014年の艦隊コレクション。がんこれからのキャラクター。島風のフィギュア写真。2016年の AV 女優である上原愛がある。2017年にはアイドルマスターシンデレラガールズのキャラクターである島村うずきが登場し。 女性芸能人という設定の非実在人物が初登場となった。2008年に登場した天丼マンバージョンに対しては、京都大学高等教育研究開発推進機構が大学ホームページを通して公式声明を発表した。例年置かれる像の出来栄えを称賛し、折田先生像を吉田南校内の風物詩の一つとして事実上黙認する構えを見せた。また、 いつも、何者かに、折田先生像が破壊される事実に対しては、創作物を買いという行為は、最も悪質で下劣で野蛮な行為と厳しく断じた。一方で、アンパンマンシリーズの著作権を保有する企業から、問い合わせがあり、撤去要求はなかったが、著作物のイメージを損ねよう、要請があったことを明かした。これを受けて気候は制作者が、自主的に像を撤去することを呼びかけ、 それが叶わぬ時は誰の目にも劣化したことが明らかになった際に気候が撤去するとし、降りた一の彦は朝日新聞の2012年の取材に対し、降りた一族全員落書きや現状を知っています。誰も怒っていませんとコメントしている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。